我こそがジャンバリの誇る最強の武者である。ここまで磨き上げた武芸は戦場で勝つためのもの。敗北を意味するものは死なのである。いざいかんがむしゃらに戦う我の姿をその目に焼き付けろ。ジャンバリ .tv とめきちによる2日連続パチンコパチスロ実践機。2日間のトータル獲得ポイントにより視聴者プレゼントである番組オリジナルクオカードの当選人数が変動。少しでも多くの方にプレゼントを届けるためにとめきちががむしゃらに立ち回る。お餅やん、お餅やん、もうあの餅つき、りょうさんつこてや。びっくりした。はい、13ゲームついにやりましたよ、マタドールでこう生入り。ただいま178回転ボーナス後、ちょっとここらで初の200ゲーム超えが見えてきましたね。まあさすがにね、これでもう今ガッサンが106分の1、ガッサンとかそのボーナスの確率、レギュラーの追跡方とか見ても今のところ全然6やつっても過言ではない数字なんですけども、ちょっと怖いな。あの常連さんがね、来はって聞いたら毎尺がもういつもよりも、いつものがむしゃらより明らかになんか平均ベースが一つぐらい上なんちゃうかっていうぐらい順調らしいんで、ちょっと覗きに行ってみましょうかね。そうですね、もう勝ち盛りの方何ももういらっしゃる感じで、うん、そうやな、レギュラーもついてるんで綺麗に五条馬の綺麗な履歴の台が結構多いですね。レギュラーとビッグがちょうどね1対1ぐらいに今のところね、大体見た感じ平均的に1500ぐらい回ってて、今大体ビッグとレギュラー、ビッグが先行してる台とか、ビッグが先行してる台よりレギュラーが先行してる台の方が多いんで、まあ、こちらもやっぱりあの平均設定っていうのが高いんかな。今日やからもうジャグラーっていうかこのノーマルの日なんかも知れませんね。完全に ATART よりちょっとね、最近このティアラさんのそのがむしゃらの時、どっちかっていうとそのジャグラーとかよりも ATART の方が強かったイメージがね。まあここの店長へそ曲がっとるんでね、このティアラの店長なんかちょっと ATART の方がちょっと強かったりとかしたんですけど、ここに来てなんか、うん、まあそれでもいつもノーマル機強かったんですけど、なんかがむしゃら始まった頃の素直なティアラうん、素直なティアラっていう感じ、今日の僕の印象。うん、すごいノーマルの方が圧倒的に、どうなんやろ、でも窓バギとかももう積んであっからな、昼前に。まあ何とも言えないですけどね。まあまあまあ今のところ素直なティアラ、素直な店長ということで、今日は僕のこのね、台がないって言って座ったマタドールチョイスも悪くなかったんかもしれないんでね、あの台もちょい打ってみましょうかね。はい、おー、びっくりした。うい、ビッグがいい、あー、レギュラー。はい、253ゲームへ持ち玉でレギュラーボーナスでした。ありがとうございます。上からしたっすね。まあ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 、すげえハマってしまう前にこうやってちょっとね、200超えてすごい 不満、不安やったんですけども、253ゲームで、まあ、たとえレギュラーでもね、
当たってくれたっていうことは、まあ、非常に僕にとってでかいことなんで。ただね、やっぱりこのマタドール、ジャグラーとかなんか他のね、北電子さんの台とは違って、まあ、ビッグレギュラーが1対1にはなってこないんで、ちょっと今のこのビッグ6レギュラー5っていうのはレギュラーがちょっとね寄ってるっていうイメージなんで、しっかりビッグ確率通り比率通りにねビッグ引いていきたいなと思います。じゃないとね、出玉がこう爆発的に増えないんで、100以内に当たってほしいな。下皿がなくなってしまいました。いや、もうこれは200までね、こんかったらスパッと諦めるか。ちょっとね、この状況から考えて、このすごい失速してる感じとビッグボーナス中のスイカが全然拾えてないということを考えると、潮時なんかな。はい、200まで回しました。ちょっとね、さすがに急に失速しすぎなんで、ここで一旦手を止めて周り見に行きたいと思います。あー、やばいやつですね。気づくともうフル稼働、移動先がないっちゅうやつですね。マジか、やばいな。やばいっすね。あのマタドールも怖なってきたんで、超怖いけど、あれ映しましょうか。いや、まあ現時点で怖い怖い言ってるだけで、設定6の数字はちぎってるんで、もうちょい行ってみます。よかった。はい、266ゲーム、持ち玉でビッグボーナス、よかったです。よかった。消え方は通常ショートですね。で、取りこぼしをしましたが、スイカが1回。この代行はしんどいわ。これ俺ちょっと一番怖い、ハーネスとかより怖いわ。はい、というわけで MB2 回転消化したので、ここからトマト状態ですね。いきます。いいんすね。まだ大丈夫や思うけどな。まだ大丈夫やろ、まだ大丈夫やろ。いや、まだ大丈夫。状態中はリプレイ7分の1になるんで、3分の1から。まだ大丈夫、まだいるはず。うわ、蹴っとるな。落ちた、リプレイが来なさすぎやな。ちょっと落ちた臭いんですけど。ちょっと待って、これでリプレイはさすがに落ちたと思うんで。すいませんでした。ほんまに申し訳ないです。すいませんでした。ニノマスターとして、一番やってはいけないことを私はしてしまいました。リノのトマトは限られた資源、
限られた資源なんですよ。いちいちそうそう引けるもんじゃない。その1回のトマトを私はないがしろにしてしまったというね、最低の男です。もうほんまにすいませんでした。申し訳ないです。よっしゃ来ました。はい、211ゲーム、レギュラーボーナスいただきました。下から上ですね。が徐々に出玉がね減っていってるんですよ。じゃあ行きます。まずはこれ MB なんでね、2ゲームこなしてサクッと8分の1引きゃいいんですよ。8分の1これは多分1万役あ、ちょ、リーチベアやったやった、リーチベリープレイ、これも当たりっす。やった、よかったよかったあ、じゃあこれ、あの、任務達成ですか。達成です。ありがとうございます。頑張って伸ばしてください。死ぬほどレンチャンさせてください。ありがとうございます。むあーよかった。はい、183ゲームビッグボーナスです。よかった。もう分からんすね、もうこの人の正体が。これは我慢の時なんか、もう必死でマタちゃんが頑張ってくれてんのか、ちょっとよう分からんすね。事実一つ言えることは、確かにマタドールらしいすげえ勢いはあったと。初めにほんまにアカンマタドールはあの勢いすらないんで。はい、ショートは通常ショートで、スイカ1回。おお、1ゲーム連レギュラーくそくそはい、1ゲーム連でレギュラーバースです。うわー、ビッグが良かった、せっかくやったら。はい、下から上。うわー、ビッグが良かったっすねよいしょよいしょよいしょ、やったぜー。持ち玉でビッグボーナス、箱に戻せます。このビッグボーナス、スイカ1回も来ず、気持ち悪いなー。で、通常ショート、むちゃ気持ち悪いなー。よーし、ダウン。ここでビッグやろ。はい、80ゲーム、持ち玉でレギュラーボーナスです。はい、下から上。まあもうほとんど覚えてないんでね、ただやってみてるだけです。おお、びっくりした。よっしゃ、3ゲームビッグボーナスいただきました。もちろん持ち玉です。ありがとうございます。ちょっと箱に入れちゃおっかな、箱に。ここも通常ショートと、でスイカもちゃんと出ましたと。よかった。おーい、よし、まい。112ゲーム、持ち玉でビッグボーナスです。あざす、素晴らしい。いや、こいつはやっぱありますな、こいつは確実に。はい、というわけでスイカ1回ですね。消え方、通常ショート、
まあ、この辺がもうちょっともうほんまによう分からんすね。はい、ボアスのさらっと200ゲームどうだっておー言うてる間によっしゃよかったうまいシャベツの体重でしたね、201ゲーム持ちでまでビッグボアスです、ありがとうございます。はい、このビッグボアスもスイカが出ませんでしたね。で、通常ショートなんなんやろな。はい、112ゲームビッグボーナスです、ありがとうございます。当たるときなんかうっすら分かるような気がしてきました。はい、このビッグボーナス追加一発ですね。で、消え方は、通常と。でもいつもどっかで枕張るじゃないですか。おお祭りだぜ、素晴らしい。はい、40ゲーム持ち玉でビッグボーナスです、祭りです。またマタドールのなんか一つ扉を今日は開きましたね。はい、というわけでスイカ1回どうやって消える、通常ショート。じゃあもうすげえ楽しい、やばいわ、おいしょ。4ゲームビッグボーナスいただきました、すいませんすいません、ちょっとあの3箱目 もらってきます、すいません。ちょっとスイカこず、なぜやスイカこず。で、消え方は通常ショート。おいおいおい、どうなっとんねん、ほんまかいな。まあまあ出てるんでいいんすけどね。はい、これで本日初めての300ハマりですね。ちょっと怖いな、ここまで来たらちょっと怖い。よし、はいはい、310ゲーム、まあなんとかね当たりましたがレギュラーボーナスでした。上から下これの流れもね、今のところちょうど 2V1 ぐらいなんですよね。はい、というわけでね、まあ、あのちょっと200また超えたんで一旦ここで手止めて、ね、周りの様子見に行きたいと思います。はい、ムジャグラ強いんですけども、ゴージャグがなんかやばなってますね。18、17、14、22、まあ、ちょっとここ沈んでるけど19、16、21、16、18、19、こっちなんか22の27、27、28、うん、そうですね、15の20とか21、17、16、20で、だいたい今の時刻が午後5時ぐらいなんですね。今午後5時でほぼほぼ前代30ペガは行ってるで、多いやつでまあ45ペカぐらいで、半分ぐらいがまあ40ペカ超えてる状況で、しかもあのレギュラーもついてきてるんで、今日完全に当たりしまうもう強弱なんでしょうね多分。下手しいね、オールしごろとかそれだけじゃ済まへんで、まあ例えばオールほにゃららやったりとかね、とかしてるレベルなんちゃいますかね。見てたら人も入れ替わってないんで、で朝から見ててもうあの何 ポチポチしてはるやつ、あのカチカチデータカウンターみたいなもう絞ってはるんで、何かしらも確信持っても多分強行弱前代なんかやってはりますわ。で、まあむちゃくちゃ出てる転生が1台もうおそらく万枚突破してはりますね。ハーデスも多分5、6000枚持ってはるとか、まあ4000枚ぐらい持ってはる人もいはる。で、今日ね、そう、今日スタッフさんらとも喋ってたんですけど、花火がね、ちょっと前代怪しかったんですよね、朝から結構積んでらっしゃる。で、窓マギも1台ね
朝から順調に伸ばしはる人が一人いらっしゃいますね。ガールズ&パンツァーも出てるし、でなぜか肛門ちゃま3台中2台が後ろ積みっていうね、後ろに2箱ずつ積んでらっしゃる謎の状況で、またもやなんか知らんけど1台、銭形は2台しかないのに1台、いつも通り箱を勝ち盛りで使ってらっしゃると。好きなんすかね銭形が。ほな俺も行けよっていう話なんですけど。おーよっしゃ、よかった、びっくりした、あーよかった。はい、562ゲームビッグボーナス、ビビりましたけどよかったです。あーよかった。おーじゃあこれがもうチェリー重複なんかどうかわからんけども、あーよかった。はい、というわけで180ゲームビッグボーナスです。今回もスイカなし、消え方は普通もうあかんやん絶対これもう。おお行くで、ピクで、ピクでか、9ゲームレギュラーボーナスです。おお。あーよかった。はい、82ゲームビッグボーナスです。かたくなにスイカが落ちず、すげえな。あようやく18回目のビッグにして僕を惑わせる高速点滅でランプが消えました。おーびっくりした。ヨウさん当たるわ、なんか突然やりました。50ゲームビッグボーナス、あざす。この調子で10継続ぐらいいきましょうよ。はい、これでねボーナス終了後200ゲーム、到達しましたね。なんでこんなことがあんやろうね、確率ってもんがあんのに不思議でしゃあない。おっとぜっかーっ、プレミアやった。よし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 、うまい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 、ナイスタイミングや。よっしゃ、プレミアムで633元持ち玉でビッグボーナスです。これは嬉しい。なんて言われようが俺はもう守りに入るからね、全力で守備固めを守備固め閉店まで。はい、ちょっとね今左隣の台が、開きました。こっちボーナス中に高速点滅3回で、まあ、スイカとかもいっぱい落ちるっていう状態やったので、今はちょっと1140ハマってますけども、こちらにちょっと思い切って移動したいなと思います。だぜやったぜ。はい、1198ゲームビッグボーナスです、大成功。うわはい、ただいま時間もちましてね、明日の下見せなあかんのでここで実践の方終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。最後らへんすげえヒヤヒヤしましたけど、あもうこの時点でこの時点で大丈夫です。割と危ない。はい、というわけで総投資が7本やから、名前や350枚、総投資350枚に対して本日の結果897枚、見事勝利でした。バザーイ。というわけで野獣くんと夜行バザーなしよということです。ありがとうございました。でちょっとね今日いつもよりも
要素やったらバジリスク絆、ここが僕はちょっと明日狙い目になってくるんかなと思います。よし、まあ僕はもうリノもしくはバジリスク絆、そうですね、その辺かな。でまあ2台あるうち1台が必ずいつも出てる、銭形も視野にね入れていこうかなと思っております。で今日ちょっとね不発臭かったんが窓マギが不発臭かったんで、ちょっと明日そちらの方も注目しとこうかなと思います。はい、お疲れ様です。もう満身創痍です。もうほんまに今日の塾やったらもう僕は死んでましたね、完全に。あのね、もう餅つきのダメージがもう最後の最後まで、もう今までのがむしゃらで一番しんどかったんじゃないかなという一日になりました。ではあの結果なんですが、投資350枚に対して回収が897枚で見事勝利で終えることができました。どうもありがとうございました。すごかったな。何がですか。放送できひんぐらいの見事な遅延行為。じゃあもうほんまにそういうこと言うから最強やったな。じゃあもうそういうこと言うから戦はんの、みんな必死に頑張りましたよ。もうほんまにどんな疲れた思とんねん。もうほんまにだから今日あれやけど、何ご褒美って何ですか。ご褒美も向こうでセッティングしてるらしい。何ですかご褒美って。一番向こう、あのバーベキューやったとこ今からすか。じゃもう嫌な予感しかせえへんわ。ご褒美だ。じゃあ見事な、もう見事な遅延によるあの始まりに対するご褒美。あのな、ほんま性格悪いな。いやむちゃ性格悪いや。買ってくるよかった。あのな、ねぎらいの言葉とかないの。ほらご褒美準備してるやん。何ご褒美って。ほらすげえ準備してるやん。ほらこれちょなあ、え、マジなんなんあれ。すげえなんか準備してるよ。ほらなんなんあれマジで。なんすかなんすかそれ、もういらんわ。何これ。え、ちょっと待って、マジで何これ。ティアラ温泉、ティアロヤ温泉へようこそ。あとこれもある。何これ。温泉だからそれ。え、ちょっと待って、ぬるいで絶対これ。前回負けてたらこれやったみたいな流れなんですよね。いや、なんで負けてたら入ってたもんが今ご褒美になってるんですか。物は言いようってやつ。ただのあんたらの執念やろそれ。いやだってもう次回から使い長いもん。そう、今日使うしかなかった。ただの執念。今日使うしかなかったんよ。せっかく用意したからただの消化やん。ほんまに消化試合やんこんな。あ、そうか。はい、というわけでなんかご褒美ということなんで、ちょっとお風呂疲れを癒すためにね入らせていただこうかなと思いますんで。じゃあ入らせてもらいます。皆さんいただきますお湯。下まで行くやんかこうやって。でこの足がな上がらへんねん。足が足上げる。ちょっと待って、そんな膝から入れたら。あ、これ、あ、痛い。いけた。ちょっと待って、熱い、早く消せや。ちょ、熱い、マジ熱い。ちょっと待って、早よ入れろ。ちょ、俺にかけなよ。冷たい。ちょ、冷たい。もうええ。ちょっと待って。ちょっと待って。足元、ちょ、火消して。火がやばいわ。ちょ、あかんって、ほんまに。ちょっと待って。水入れて。ちょ、かけんなよ。冷たい。え、全部抜いた。火抜いた。まだ熱いんやけど、なんかグツグツなってんで。もうええから。
いや俺今マイケル・ジャクソンみたいになってたやろなあ、えまだあるやろ足元もう大丈夫やじゃ暑いねむっちゃ暑いねあーすげえ狭い。はい、というわけで、がむしゃら1日目ね無事終了いたしましてね、まあ遅延とかその何ノーマル期で勝負してへんとかまあいろんなご意見あるとは思うんですけどもこれだけ分かってほしい。必死で生きてる俺も。あー気持ちええわ。気持ちいいですね。いつまで見とんねん。これ出んの？ちょっとみんな話し合おうぜ。出方。視聴者プレゼントの応募方法はジャンバリアットマークジャンバリドット TV 宛てにがむしゃらプレゼント係とご名義の上お名前、ご住所、電話番号、番組のご感想を添えてメールでご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。